昨日行われた FC 町田ゼルビアのホーム最終戦を私小松が取材してきました。すでに J1 昇格と J2 優勝は決まっていましたが、スタジアムは歓声と涙に包まれました。 J2 優勝や、こんなに嬉しいことないよね。優勝と昇格を決まった状態で今日ホームに戻ってきて、はい、勝って終わってほしいですね。みんなで盛り立てて勝ちます。1万人を超えるサポーターたちでゼルビアブルーに染まった町田祇園スタジアム。スタンドでは数えきれないほどの祝福のメッセージが揺れます。ホーム凱旋となりました FC 町田ゼルビア。多くのサポーターたちが駆けつけた中で、今シーズンの感謝を勝利で伝えたいホーム最終戦です。左サイドバックで先発出場となった地元町田市出身36歳の太田康介。今シーズン限りでの現役引退を発表した太田、ホームでのプレーはこれが最後。この日はキャプテンマークをつけチームを引っ張ります。サポーターはもちろん、ピッチに舞い降りた鳥までが注目するホーム最終戦。先制したのはゼルビアでした。前半開始わずか3分、平川、ポストに当たったボールはゴールに吸い込まれます。ゼルビア、ホーム最終戦の勝利に向け大きな1点。さらに35分、フリーキックを得たゼルビア。太田の直接フリーキックは惜しくも相手キーパーに止められますが、ホームラストゲームで何度も見せ場を作りました。後半29分に交代した太田に、スタンドからは大きな、そして温かい拍手が送られます。その後もベンチから仲間を声で後押しする太田。後半アディショナルタイムも残りわずか。そしてホーム最終戦を見事勝利で飾ったゼルビア。表彰式では満面の笑みを浮かべていた太田でしたが、その後に行われた引退セレモニーでは目に光るものが。18年間のこれサッカー選手としてキャリアを終えることを決意いたしました。これから FC 町田は J1 という日本最高のステージに戦うことになります。これまで以上に熱いサポートと声援をよろしくお願いいたします。最後は背番号と同じ6回胴上げをされ、ホームのサポーターに別れを告げました。最後その町田でキャリアを終えたっていうところ、終えるっていうところに関してはどんな思いでしょうか。はい、幸せ、はい、その一言に尽きるかなと思います。